はい、ということで新高島に来ました。いや、電車少なくて快適でしたよ。全然人いないです。やっぱ平日の朝なんで。わあ、めちゃくちゃいい天気です。最高ですね、今日は。さあ、来ました。おしゃれですね。ここの左手にある、パンケーキ屋さんに今から行きます。はい、高島にあるこちらのお店で今日はモーニングをしたいと思います。朝早く起きてこうやって来るの久しぶりですね。なので朝に予定を入れるっていうのはいいことかもしれないです。いやー、いいですね、ここは。いや、快適です。めちゃくちゃ綺麗です。こういう朝活が毎日できたらめちゃくちゃいい生活を送れるんだろうなって思いますけども、ただ僕はやっぱ夜型人間なのでたまにこういうところに来るといいですね。気分がいいです。これがモーニングメニューなんですけども、ここのこれですね、2枚で100円とか3枚で200円っていう、本来であればこれ3枚で680円とからしいんですけども、それが、朝だけ3枚で200円ということで、すごくお得なんですね。もちろんこのワンドリンク制頼まなきゃいけないっていうのはあるんですけども、お得にいただけるので、これを食べてみたいと思います。これが本来であれば680円のところが200円でいただけるということで、すごくお得です。まずはシンプルにこのままいただきます。あ、柔らかい。すごいほわほわしてます。じゃあいただきます。全然甘ったるくないです、パンが。本当に。で、そのホイップクリームだったりバナナをのせて一緒に食べるとちょうどいい甘さになるんですよ。わあ、これは申告所得税と、はい、ちょっとおしゃれしたいんですけど、はい、では地下2階でお支払いお願いいたします。あ、わかりました。はい、ありがとうございます。予定納税っていうのがあるみたいなんですよ。でも予定ってなんだみたいな、予定は未定だぞっつって。いや、今年はどんなクリスマスになるでしょうか、皆さん。はい、無印に来ました。ちょっとここで家の中のアイテムをブラッシュアップするためにアイテムをゲットしていきたいと思います。あ、いいねいいね。これちょっとでかすぎるかな。ちょっとあんまり自分たちが欲しいサイズのケースがなかったので、ちょっと他のところに行きます。はい、 D カンパニーというところに来ました。あ、ここにリモコン入れたりペン入れたりでティッシュ箱入れたりっていう。これいい。この機動力はいい。はい、ということで帰ってきましたけども、なかったですね。ただまあ妥協して買いたくはないので、ちゃんと吟味して満足のいくものを選んでいきたいと思います。ちょっとなんとなくお財布が傷んで汚れてきている気がするので、お手入れしましょう。お財布もすっきりしました。新品同様。まあちょっと古い考えかもしれないんですけど、お財布はお金の家なので、そのお金を大切にするためにもちゃんとお財布もきれいにしていこうと思います。って感じですね。はい、ということでなんかすっかり夕方になりましたね。なんかもう一日が経つのが早いです。で、今時間が16時18分ということなんですけども、手入れだったりブラッシュアップだったりっていうのを考え始めると、なんかここもここもっていう感じでどんどん出てきて、るんですね。で、それがまた楽しくて、僕にとってはその家の中をどれだけブラッシュアップしていくかのすっきり空間だったり居心地のいい部屋にするっていうのを考えることがもう僕好きなんです。もう趣味みたいになってるんです。なのでいろいろ今日もどうしようかなって考えてたんですけども、それがこちらなんですけども、この中ですね。僕はこの物件に引っ越しをしてきて、同棲をしているわけなんですけど、自分はミニマリズムなライフスタイルを送りますと。ただそれを相手に押し付けないっていうことは意識してます。このスペースだけなんですけど、あと洋服なんですかであるんですけど、ここはすっきり本当に必要なものだけで置いとこうっていう感じでやっていました。意識しました。水を置けばちょっと隠れるので、下はぶっ込みスペースにしてやおうかなっていうふうに思ったんですけども、こうやって開けた瞬間にですね、やっぱりごちゃーっとしてるなと、なんか窮屈そうですもん、物がゆとりがないですからそうっていうのを思ってまずいなということで、ちょっと今点検したいと思います。そうですね、どこから点検していきましょうか。まずこれですよね。多分これとこれとこれは何かっていうと、商品なんですよ。代行業者に送っていない、これがそもそもの原因っていうことで、これなんとかしなきゃいけないですね。じゃあもう、原因は分かりましたんで、じゃあこれなんとかしますと。あとこれな、今つけているマイクを買った時に付属していたこのケースと、あとモフモフですね。これはロードのマイクを買った時についてきた充電器なんですけど、これが2本ついてきたんです。で、僕今1本しか使っていなくて、これも全然使ってなくて、これからも使う予定は一切ないので、じゃあこれも手放していきます。これとこれとこの3点は残しておきましょう。これは銀行のやつとか通帳だったり鍵だったりが入っているので、これはもうそのまま必要です。そっくりそのまま必要です。で、下ですよね。特にこれなんですけど、これひどいな。近くでお見せすることができないので、ちょっと遠目で勘弁してください。で、これは、ぶっ込みスペースでいろんなものをとにかく入れてるっていう感じなんですけども、こんなが絶対無駄なものありそうです。これですね、今もう AirPods があるので使わなくなりました。なのでこれは、手放していきます。これがそのワイヤレスマイクの充電器、これ USB Type-C のやつなんですけども、ただこの Type-C 充電器って今こちらの窒化ガリウムのやつを使っているので、物が増えると管理も増えるということで、じゃあこれもちょっと手放していきます。で、あとこれ夏に使っていた日焼け止めなんですけども、これももう今使わないからちょっと残ってるんですけども、これも手放していきます。そうで、これが DJI のフレキシブルマイク、これも取っときます。で、これがメガネ拭きですね。今このレンズをこうやってグリグリグリって拭くやつですね。これも取っときます。で、このケースが何かっていうと、こう旅行に行く時なんか、こういう細かいやつをこういうポーチに入れておいて、まとめておくっていう感じですね。先ほどこの中に入っていたのも容量が空いたので、いいかなと。確定申告の時の貴重な証拠になるので、これは取っておきます。で、これが何かっていうと、これ発送伝票ですね。発送伝票をまとめたり、接待交際費とかいうレシートがここに入ってます。契約書みたいなのがバッと入ってるんですけど、これも確定申告の時に証拠として見せる必要があるので、なのでここじゃなくてもいいですよね、この書類は。なのでちょっと移動させます。これは基本的にぶっ込みスペースであって、物がアクセスしやすくはなったので、これでいいかなというふうに思います。で、あとこういったものは、再配置ですね。違うところ、ちゃんと確定申告用に扱う書類のところにこう移動させます。通帳も何気にこうやって分厚くなってるんですが、これも本当は電子化して、捨てたいんですけども、ただ確定申告の証拠として見せるときに、ここに印字してるかしてないと全然変わってくるので、これは取っておきます。ということで、カード類はこうしてこうしてこう、OK です。続いてこちらですね。こんな感じです。ここにあるのがずっと昔から使っている1テラのハードディスクドライブなんです。でもこれ1回このディスクが壊れてしまったので、1回データもう全部吹っ飛んじゃってるんですね。で、吹っ飛んでから1TB あるから何かのバックアップに使えるかなというふうに思ったんですけども、ただ全然これ使っていなくて、迷ったら捨て。で、このモバイルバッテリーはこれ海外旅行とか行く時にこれもう大活躍してくるので、これはこのまま取っときます。有線 LAN ケーブルをパソコンにつないで、有線でそのデータ通信をできるっていうやつなんですけども、これももうほとんど全然使ってないので、これも手放していきます。このマイクはめちゃくちゃ優秀なんですけども、ただ、そうですね、これ迷ったら迷っちゃった。でもまあこれは売りましょう。こうやって十分この身軽な通話ができるので、こっちの方が圧倒的にその準備する手間だったりとかを楽なんですね。機動力の高さっていうのが僕にとっては今大事だと思うので、はい、これ買います。なんかいろいろ出てきましたけど、これも全捨てですね。これももう重いというか煩わしいというか、インスタグラムの広告でここにペタッと貼って、ここでもう自動的に高さ調節ができちゃうみたいなものがあったんですね。そっちの方が絶対身軽だしいいじゃんっていう感じですね。なのでこれも正直手放していきます。次にこれはパソコンを入れるやつでして、スーツケースに入ってババババってなったとしても、もう何でしょう、すごい安全に守ってくれるっていうやつなんです。使わなくて久しくって感じですね。なのでこれも手放していきます。使ってないんで。これはもう読み終わりました。これは何回も読みたいです。これもサインいただいたやつなので大切に使いたいです。で、これもまだ読んでないんですね。恥ずかしながら。で、これはまだ読み途中なので、これも取っておきます。ということで、じゃあこれは手放していきます。あと、ここにあるアップルの箱は今このパソコン売る時になったら、もう箱あるとないとじゃ全然価格違うんで、この箱たちは取っておきます。はい、じゃあ再配置をしていきたいと思います。じゃあこれはこうなって、いいんじゃないですか。はい、こんな感じで、ね、すっきりしましたね。ここのスペースも空きましたし、充電ステーションの部分はちょっと改良の余地はあると思うんですけども、上はこんな感じですっきりしました。で、下がこんな感じで、シュッとまとまったと思います。で、今回手放すアイテムたちっていうのは、これ全部捨てるわけじゃないですけど、例えばこういう会計データはその場所を移動させますし、こういったものに関しては代行業者さん、外注さんに送りますし、なので今回ちゃんと手放すものはこれですね。迷ったら捨てってやったらこんなに出ちゃいましたね。今回まとまった時間が取れるので、よし、じゃあここの点検してみようってやったら、これだけ出てしまいました。本当にこれ買う時っていうのはいろいろ考えて、必要だって考えてこれ買ったやつなんです。で、かれこれ 2,3 年使って、自分の生活環境だったりいろんなことが変わってきたので、これはもう使わなくなったっていう感じですね。ライフスタイルが変わっていくことによって、前必要だったものが今は必要じゃなくなるっていう場合も多いので、なのでこれからも僕は定期点検をしていこうと思います。自分よりも役立ててくれる人のためにちょっと送ろうと、メルカリで出品しようと思います。はい、そんな感じですね。はい、なんか思った以上に時間かかったって感じですね。あと、これは代行業者さんにちょっとお願いしたいので、ということで今回はまとまった時間が取れたので、久々に断捨離デーをしてみましたと。そしたらこれだけのものが出ましたっていうお話でした。はい、ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。たびたびいただく質問の中で、こういったものを手放した後に後悔はしませんかっていうのがあるんです。この封筒は地味に買い戻してます。 3,4 回手放しては買い戻してっていうのを繰り返したので、もうこれはちゃんと手放さないっていうことでやってるんですけども、あとは大丈夫ですね。特に手放して手放さなきゃよかったっていうのはないです。そういうことも含めて、ちょっとでも多くの方の参考になってくれたら嬉しいです。